さて、それでは一問一答後期の行政法の8回目ですね、始めていきましょう。今回皆様に検討していただくテーマは、こちらの行政手続き法になります、ね。では、早速、問題の検討をお願いします。 さていかかがですかねちょっと問題をね一緒に見ていくと申請拒否処分についても相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには事前の聴聞が義務付けられているということですね。まあ、この問題では聴聞が義務付けられという問題ですけどもこれ弁明の機会の付与これを義務付けている。こういうい問題が来ても きちっと回答が導き出せますからね。大丈夫かな。まあ、こちらもね、本当に試験でよく聞かれている知識なんですけども、これは参照すべきは、不利益処分の定義条文なんですね。えー、行政手続法の2条の4号の炉になりますけども、不利益処分の定義ですね。えー、行政庁が法令に基づき特定のものを名当て人として直接に これに義務を課し、またはその権利を制限する処分を言うと。で、ただしです。次のいずれかに該当するものを除くということでしょ。うつまり、この正し書き以下に載っているものは、不利益処分には当たりませんよと。こういうこと。で、そのうちの一つが、ろなんですけども、ここね、申請により求められた許認可等を拒否する処分と。 ということですね。いわゆる申請拒否処分です。申請拒否処分は不利益処分には当たらないと。こういうことね。ちなみに、先ほどの問題では、弔問が義務付けられているか、こういう問いでしたよね。で、そこに私が付け加えたのが、弁明の機会の付与これが義務付けられているかと。まあ、これを、まあ、コートでね、皆さんに聞いたわけですけども、弔問も弁明も、 不利益処分をする際に要求されている意見陳述手続きになりますよね。なので、先ほどの問題ですが、こちら、申請拒否処分については、ここは不利益処分には該当しないと。よって、不利益処分において要求されている意見陳述手続きである聴問、さらに弁明、いずれも 義務付けはされてないですよやる必要ないですよとこういうことねよろしいでしょうか、まあ、これはねいろんな聞かれ方がありますので、まあ、不利益処分に当たるかどうかとかねあるいは不利益処分の際のメイン手続きである意見陳述手続きの聴聞が必要かあるいは弁明が必要か、まあ、こういうふうないろんな聞き方があるんですけども、まあ、本当に繰り返しよく出ますのでねここはしっかり確認を取っといていただければというふうに思います。 まあ、ちなみになんですけども申請者から考えた場合です申請者から考えた場合、まあ、その申請が、まあ、許可処分にならなかったね不許可処分ですよってなると不利益じゃないのかっつったら、まあ、不利益ですよ言ってみればねじゃあなんで不利益処分に当たらないとしてるかというと行政手続法は処分を2つの手続きに分けてますよね。 申請に対する処分の手続きと、不利益処分の際の手続きとっていうので、手続きについて2つ準備してるんですよ。で、申請拒否処分の場合には、申請の事案なので、当然適用される手続きは、申請に対する処分。こちらの手続きが適用されておりますので、再度、もう一つの手続きである、不利益処分の手続き。ね、ダブルで手続きを課す必要はないだろうと。 こういうふうに考えてるわけですね。なので、まあ、知識的にはね、もう試験が間近に迫ってますので、まあ、申請拒否処分は不利益処分に当たらない。つまり、弁明も弔問も不要なんだと。やる必要ないんだと。まあ、これを知識としてね、しっかりと持って、本番に臨んでいただければというふうに思います。以上です。さて、そうしましたらね、8回目はこのぐらいということにしておきましょう。それでは、お疲れ様でした。